GU で夏服を購入したので紹介していこうかなと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。今日も今日もてか今回もネットで注文しました。うるさいなんかちょっと箱開ける時って福袋みたいですね。はい、ということでまず一つ目スカートですね。ちょっとこれもねまた色違い買っちゃった。その私の悪い癖、そうもう白黒選べない。そう白黒つけなきゃいけない時はねどうしても選べないの。だから私いつもグレー選んじゃうの。そうなんですけど、そう今回も白と黒選べなくて色違いで買っちゃったんですけど、あ可愛い、こんな感じの白いスカートです。あいい長さ、いい長さよ。あ、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、商品名言うの忘れてた。ティアードフレアロングスカート30ナチュラルです。で、これが表地がナイロンです。あ、で、リサイクルナイロンって書いてありますね。で、裏地がポリエステル 100, そうで、L サイズの2990円です。もうね、GU さんはね、もう絶対 L サイズだもんね。生地感的にはね、触り心地としてはポリエステルな生地感なんですけど、若干ねシャカシャカ言うのでやっぱりナイロン感ありますよねっていうね、どんでもいい情報で、私がちょっとこれいいなと思ったのが、もちろん裾のこのティアードのデザインも可愛いんですけど、ウエストですね、後ろだけゴム、そう前から見るとこういう感じでなんかピタッとした、ピタッというか前はねゴムが入ってないんですよ。後ろ半分にゴムが入っているので、こう前から見た時のスッキリ感がやっぱり違いますね。このゴム感を全周してしまうとやっぱりウエストゴム感が出ますよね。ウエストゴム感おかしいな、なんかあゴムですねみたいなまたこれがねやっぱりちょっと違うんですよ。このこちら側見るのと、こちらだとこうギュッと食い込んでお肉がボヨンってなってしまうような雰囲気も醸し出すし、やっぱり見た目的にもねゴムって感じはするんですけど、前がねこうしてくださってるとやっぱりすっきり見えますからね。なのでそれがいいなと思いました。で、ちなみにこのナチュラルの裏地がねベージュの裏地がついています。ティアードのこの線までかな、そう下まではないんですけどここまで、そうこれすごく可愛いですね。このナイロン素材のねスカートっていうのもやっぱり去年一昨年ぐらいからずっと人気な印象です。はい、で次黒、先ほどと同じ形の黒ですね。こんな感じ、あ、黒の方は若干どうかな、シワ感が黒の方が目立つというとあれですけど、お値段が若干出やすい気もするけど、まあでもナイロンだったらいける気もするし、いけるっておかしいですけど、独り言すごいな。いいですね、いいですね。しかもね、今分かったんですけど、ポケット付き、助かる。あ、いいですね、2個ついてる、割と深めな、助かります。はい、では次いきます。こちら折りたたまれてる、うん、なんだろう、ズボンかな、何かな、もう私も何頼んだか覚えてないですけど、ちょっと開けますね。ちょっとまた色黒になるんですけど、でもね、今回久々に GU の、公式サイト見てて思ったんですけど、カラフルなカラーのお洋服が少ない印象でした。モノトーンの展開が多かった印象です。そうなんですよ、まあ私はありがたいんですけどね、ベーシックなカラーがやっぱり好きなのでありがたいんですけど、やっぱり流行りなのかな。ドレープワイドパンツ09ブラック L サイズの2990円、そしてポリエステル 100, 100、夏の生地の黒いワイドパンツですね。すごいもうサラサラで、もう履いてないんですけど履き心地が良さそう、夏のワイドパンツいいですね。で、今ちなみに履いているこれも GU です。これもかなり活躍してる、何でしたっけ、タックパンツだったかな、去年一昨年買ったものなんですけど、これも本当に重宝してて洗濯しても全然大丈夫。このドレープパンツも高見えしそうな肘感でテロテロ感があって履きやすそうなので、ちょっとこれも後で履いてみます。次も折りたたみ形式すごいな、あ、三つ折りになってる、すごいですね。やっぱりシワになりやすいものはこうやって入れてくださってるんですね。届いたお洋服がシワシワのねぐっちゃぐちゃだとちょっとテンション下がりますもんね。初めから届いたものがピーってなってるとすごい嬉しい。こちらです、ドレープシャツ。そのドレープってつくとなんとなく高級感があるような気がするんですよ。
そう、このテロッとしたツヤ感のあるこの生地感ですね。これもきっとねポリエステル 100, そう、それも好き。そう、ドレープって書いてあるお洋服大体ポリエステル100だったりするから好きなんですけど、これが、00ホワイト M サイズの990円。安ー、あれこれ990円、すごいいいですね。信じられない、すごく信じられない。990円なのにありがたいね、あの仕掛けがあって、これです。これここ、袖の折り返し、これは嬉しい。990円なのにこのご配慮は本当にありがたい。このちょっとがやっぱりおしゃれに見えるんですよね。しかもねこれ縫い付けられてる、縫い付けてくれてるんですよ。だからもう知らない間にねペローンとね戻ってるってことなく、しっかりこう折り曲げられてるから、それもありがたい。あとこの後ろのここのタック、これもなくてもいいのよ。990円なんだから、こんななくてもいいのに、ちゃんとここにタックが入ってるっていうのも、素晴らしい。ネットで見てるよりも、実物見たらもっと、素敵だなと思いました。これはちょっとここを外して、少し襟を抜いてきたら可愛いんじゃないかなと思って。次はですね、もう今日ね、白と黒ばっかりです。ほぼほぼなんか、白黒の洋服買ってるんですけど、これも、そうこれもね良さそうだった。すっけすけのね T シャツなんですけど、シアーギャザーティーです。すいません、もうすっけすけっていう時点でねちょっとごめんなさい、上品さが欠けておりまして申し訳ない。シアーギャザーティーです。半袖09ブラック L サイズの990円、安い。まあもうそのまま見たままの透け感のあるシア素材の T シャツなんですね。で、これのちょっとしたポイントとしては、まあこれはちょっと賛否両論あると思うんですけど、首元にちょっとこう、うねりがあります。で、最大のポイントとしては、ギャザーってついていて、このここの真ん中ですね。ここ分かりますかね、ギャザーってるの。クシュクシュってなってる。で、サイドにもギャザー入ってます。そうなので、実際に着てみたらどういう感じになるのかっていうのはちょっと私も想像できないんですけど、もしかしたらちょっと年齢とミスマッチになるかもしれない。若々しすぎちゃうかもしれないんですけど、一回着てみますね。で、これはね、確か白も買った気がする。あれ黒だけにしたのかな？あった。白も買ってる私。そう、また白黒買ってんのって白じゃないかな、ちょっとオフホワイトっぽいから。そうですね、シアーギャザーティーの01オフホワイト L サイズ990円、ナイロン 94%。 大丈夫かな、 L サイズにはしてますけど体の線がもう出すぎちゃうかもしれない。ちょっと不安もありますけど、ちょっと着てみますね後でね。次ももう白、次は白です。あ、かわいい、こんな感じの形。ちょっと待って、先に言おう。商品名がドライフレンチスリープチュニック01オフホワイト L サイズ1290円です。さっきのオフホワイトよりもだいぶ色は白い感じです。もう白に近いよねっていう。フレンチスリーブの T シャツなんですけど、ただのフレンチスリーブじゃないっていうのが私ちょっといいなと思ったんですよ。このここ。袖口がリブ素材になってるんですよ。リブ素材なのかな？リブ素材みたいになってて。で、この襟元もちょっとここリブになってる。ちょっと変わってますよね。ただ、まあ、腕がどのぐらい出るのかっていうのだけが心配。L サイズにしたことで腕隠れたら嬉しいんですけど、どうかな？あと裾もちょっと変わってますね。スリットでさらに丸みがあるっていう。なので、前だけちょっとインして後ろ出すっていうのもいいですよね。かわいい、これ。生地感も着心地が良さそうな綿素材だと思う。綿？ポリエステル？綿 53% のポリエステル 47% っていうハーフ&ハーフでした。次は、あ、これちょっと私挑戦！ちょっと挑戦しようと思って、これ確かね、安くなってたっていうのもあって、またシアー買ったのっていう。これは、なかなか今までにない感じ。シアープリントティーの06グレー L サイズ990円。安い！これはギャザーとか何も入っていない大理石みたいな柄のシアー素材の T シャツなんですよ。ちょっと後ろにごめんなさい、ちょっと主張の強い T シャツ着ちゃってるから分かりづらいんですけどね。可愛くないですか？なんかちょっとこういう柄物を合わせたいなと思っても、あんまり色味がカラフルなねタイプだとちょっと
着るのに勇気がいったりするんですけど、こういうグレーっぽいカラーだったら入りやすいかなと思ってね、着てみないと何とも言えないんですけど、シンプルな T シャツに重ねてもいいし、使い勝手が良さそうな気がしたんですよ。次はあ、これ、あ、すごい、これ、あ、こんな感じになってるんだ。2ピースシアーティーブラウス09ブラック M サイズ2290円です。キャミソールが内蔵されてるんですよ。ただこの紐でくっついてるだけで、あの別々でも着られるんですけど、テロッとした素材のキャミソールがついています。この上のシアーティーは限りなく短いんですよ。お腹出ちゃってるのっていうぐらいちょっと短めなんですね。でキャミソールの方が長いんですよね。ちょっと分かりづらくて、黒だからちょっと分かりづらいんですけど、なので重ね着風みたいに見せてくれるような T シャツですね。珍しいなと思って、前のシアー T シャツが短くて中のキャミソールが長い。だからキャミソールっていうか、もうこれが外のもうインナーじゃないんです。もうこれ見せキャミなんですよね。もうキャミまでおしゃれですよみたいな。中はちょっとサテンみたいなってやっぱりツヤ感があるので、重ねることでおしゃれ感が出るっていう。うまく今お伝えできなかったんですけど、着てみます。はい、あの魅力的に見たら嬉しいんですけど、どうかな。次はこちらです。ちょっと白黒じゃない色が出てきてちょっとホッとしました。私自身もすごい、あのタグが守られてる、ビニールで、なんだろう、すごいですね。私初めて見ました。ループヤーンウエストタックティーノースリーブ34ブラウン XL 1290円、ポリエステル 52%、 レーヨン 48% です。ちょっと今回これ XL にしてますね、私ね。袖が出すぎちゃうと嫌だから、XL にして長めにしたんだと思う。多分、口コミを参考にして。ウエストタックって書いてあるんですけど、ありますね、ウエストタックって。だからちょっとこう、裾がキュッてするんですね。で、このね、ループヤン素材で夏、朝っぽく見えるっていうか、朝じゃないんですけど、朝っぽく見えるようなループヤン。これは、白いパンツとかと合わせたら可愛いなと思って、購入しました。はい、ということでね、私の購入品は以上 で今回ね、コクンさんのものは何も買ってないです。で、ポポちゃんのパジャマを2つ買ったので、それをねパッと紹介しますね。パッとさらっと紹介します。こちらです。簡単パジャマ100センチです。はい、で51グリーンの41イエローです。こちらはスイカで、こちらはパンダがいる。そう、かわいい。ユニクロと GU のパジャマを2つ併用して使っていて、まあ、正直に言うと生地感としては私はユニクロの方が好みで、っていうのもよりストレッチが効くから着させやすいっていう意味で、あのユニクロの生地感の方が好みではあるんですけど、GU のパジャマのすごく優れているところが、もう皆さん使ってる方はご存知かと思うんですけど、これ腹巻きみたいにウエスト部分が長いんですよね。これってすごくありがたくて、やっぱりこう寝ている時とか上のトップスがお腹から出ちゃったりするので、やっぱりものすごく動くので、寝ている間にもね、あの寝相が悪いっていうか、まあ、ゴロゴロするので、なのでこのお腹部分を守ってくれるってすっごく良くて、なのでユニクロさんにはねこういうのがないので、今回 GU で買い足しました、パジャマをね。今使っているのも結局今 GU のパジャマ2個使ってるんですけど、シナプシュの去年買ったやつかな、そっちばっかり使っちゃってる。やっぱりお腹守ってくれるから、なんかそれがすごく良くて、でさらにGU さんのポイントとしては、この後ろですね、この首元の後ろにゴムが入っているので、着させやすいっていうのもあります。そう、GU さんでは簡単ティーって言われてるんですけど、そう、ここにゴムがあることでね、スポンと入れられるので、これもすごく重宝すると思います。はい、ということで今回購入したお洋服を着ていこうかなと思います。はい、袖がねリブになっているフレンチスリーブの T シャツを着てみました。ちなみにゾーリっていうんでしょうか、サンダルも、これ去年かな、おととし買った GU のサンダルなんですけど、これもすっごく歩きやすくて、黒、ベージュと持っています。こんな感じで、ちょっと私、肩がね、こう、ごっついっていうか、怒り型で、割とこう、がっしりしてるので、フレンチスリーブって、ものによっては事故りやすくて、これも、ちょっと、肩が大きく見えるかなっていう印象です。もう少しこう、大きめで、肩が落ちると、またちょっと印象が変わるんですけど、この T シャツの大きさによってはすごく肩幅が広く見えてしまうので、若干こう大きめに見え、まあ大きいんですけどね。で、ちなみに袖も少し怪しめ。もう少し長いと安心。うん、個人的には。
ちょっとこう持ち上げたりとかするともう腕二の腕見えちゃうねっていう感じがするので、もう一個大きめ XL とかにすればよかったかなってちょっと思ったりもしてます。そうでもね、この横にサイドスリットが入っていることでこう前インしやすくて、すごくこの感じ可愛いなと思います。うん、使いやすそうです。そう、張り感もあってね、着心地もいいですね。はい、シアーギャザーティーとあとドレープパンツ履いてみました。で、ヒールのあるサンダルと今合わせてます。ね、GU さんのパンツって M サイズがなんか小さいんですよ。私、まあ、私が大きいからだと思うんですけど、ユニクロの M サイズとはちょっと違っていて、 GU の M サイズってで、毎回 L サイズを購入してるんですけど、このドレープパンツに限ってはもしかしたら M でもいいのかもしれない。ちょっとね、緩いんですよね。まあ、ベルトをすればいいんですけど、いやでも私そんなにこれがゆるゆるになるほど痩せてないから、多分この今回このパンツがちょっと大きめに作られてるのかな。ちゃんと M サイズ見てなかったな。で、後ろにゴムとかがないのでぴったりのものを選んだ方がいいと思うんですけど、ちょっとね、ゆるいからサンダルの感じ、長さの感じがあんまり参考にならないかもしれない。今これを下まで落とすとヒールのあるサンダルじゃないともう擦っちゃう、もう擦っちゃうね、これね。なんですけど、ベルトで合わせればギリギリ、床ギリギリって感じかな。な感じで、でも履き心地がすごくいいから M サイズを買い直したいなって思うぐらいいい、これだから、これにまあベルトすればいいんですけどね。ちょっと緩かったら落ちてくる感じあるのと、で、シアーギャザーティー、これいいですね。まだちょっと診断には行ってないんですけど、私自身骨格ストレートだと思っていて、特に上半身が、なんか下半身見るとなんか骨格ストレートっぽくないなって感じるんですけど、上半身だけなんか骨格ストレートだなって昔から思っていて、やっぱり骨格ストレートだと思っている私の体型にはこのぐらいちょっとフィットしたものの方がトップスはいいなっていう印象があります。もちろんね、流行りすたりがあるからずっとピタピタしたものを着るのもちょっとね、時代と違うっていうのはあるんですけど、こういうシアーティーとかも流行ってるので、大きめっていうよりかはこのぐらいカチッとしてる方が細見えするような私は印象ですね。フレンチスリーブとかよりも、まあそんなこと言ったら何も着られないんですけど、そう、でもね、これいいですね。このここのギャザー入ってるのもすごく可愛いなと思います。今年は特に私もシアーティーばっかり着ていて、すごくシアーティーが好きなんですけど、うん、このここも大丈夫そうかな。大丈夫そうかしら。あ、いいですねこれ。はい、ドレープ T シャツ着てみました。そう、ドレープ T シャツとドレープパンツを合わせてます。今回はベルトで上げてきました。で、草履っていうかちょっとおしゃれなサンダルを履いてます。そう、ちょっとね、インナー変えてなくてちょっと胸元が寂しかったのでシルバーのネックレスをしていて、メガネを、そうで、インして、でこう出すとすごくいい感じ。さっき T シャツでやってましたけど、やっぱりこういうテロテロシャツでこう後ろを出すとすごい可愛いですね。いい感じにこうドレープするっていうか。そうで、あ、さっきギャザーティーでお見せするの忘れちゃったんですけど、裾を全部出すとこのぐらいな感じで、後ろがね、こうちょっと長くなっていますね。で、しっかり後ろにこう抜くとするならば、割と前はインしなくても短めになるので使いやすいなと思いました。それもこの袖の折り返しも可愛いし、そう、腕も隠れるし、ちょっと安心して着られるシャツですね。そう、しかもなんか高見えします。やっぱりちょっとこうツヤ感があったりもするし、ちょっとずつこう細工折り返しとかもあるからいいなと思います。ちなみにドレープ T シャツをしっかりボタンを留めて着るとこんな感じです。ついでにと言ってはなんですが、スカートを履いてみました。こんな感じです。そう、これ広がりもね、少なくていいですね。そう、このシャカシャカ素材感がなんか今のトレンドな感じですごくいいなと思いました。今ドレープシャツ合わせてますけど、多分私は T シャツとかに合わせるかな。短めの T シャツとかに合わせて着ると思います。じゃあ次、白いスカートにして、上、先ほど着ていた短めの T シャツで合わせてみますね。はい、白いスカートを履いてみました。で、お気づきの方いらっしゃいますでしょうか。
そうです、冒頭に着ていた T シャツの色違いでございます。これも白黒買ってるもんね。なんか気に入っちゃって、そうこの黒っぽど丈の感じとか、このあの後ろを見たらこう NOW って書いてあるこのねロゴとかも気に入っちゃって、あの白黒買ってしまったんですけど、このクロップド丈の T シャツにスカート合わせてみました。白いいですね。あのもちろん黒よりもちょっとこう膨張感があるっていうか、ちょっと大きめには見えるんですけど、このこれからの季節ね、やっぱり白を履きたいですよね。そう、でも広がり感も少ないですし、いいですね。なんか黒よりも白の方が使いやすいかもしれないですね、これからの季節と思った。まあ黒いスカートはね、あのお持ちの方はたくさんいらっしゃるし、私も黒を持ってるので、あの買うなら白の方が使えるかもしれないですね、これからの季節。割と丈長めです。結構長めですね。一個折り返せばいいか。まあここのウエストが大事だって言ってるのに、こうインしないときは折り返せばいいもんね。ちなみに今私あのベージュのインナーを着てますけど、透け感も大丈夫かなと思います。はい、あのシアーティーですね、あのグレーのまだらのシアーティーなんですけど、ちょっとこんな感じいかがでしょうか。少し個性的なジャンパースカートと合わせてみるっていうのはどうですかね。あんまりこう主張もしない、上が全部出ちゃうと見えすぎちゃったりもするんですけど、こういうジャンパースカートと合わせることで、まああのベストとかでもいいんですけど、合わせることでちょっとおしゃれさもありながら見えすぎるのも軽減するみたいな感じで合わせてみました。でもちょっと分かりづらいですね、これどうなの、実際どうなのって感じしますよね。ちょっとこうしますね、これ一回ここ脱ぐと、まあこんな感じで、これも悪くないですよね。そう、おしゃれな感じ、なんかうまくなんか使えそうな気がします。いいですね、これ思ってたより良かった、すごく良かった。うん、可愛い。はい、ブラウンのトップスを着てみました。色味すごく可愛くて、白いパンツとのね相性がとってもいいなと思いました。ちなみにこのパンツはユニクロです。ユニクロのタックワイドパンツかな、合わせてるんですけど、ちょっと私は着てみて思ったのが、サイズ感を間違えたかもしれない。XL だからかな、ちょっと丈感が若干中途半端に感じてて、下タック入ってるからもう少し上の方がバランスがいいなと思いました、着てみて。まあ、自分で XL 買っちゃってるんですけど、で、袖は安心だけ。そう、ここはね、あの割と安心で長めになったんですけど、 XL のおかげで。ただ着てみて思ったのが、このここの首の開きが若干私好みではなかった。難しいんですけどね、ちょっと自分のイメージと違っていて、なのであえてこういろいろ装飾をしてます。そんな感じで少し縦長入れてみたりとか、チョーカータイプのアクセサリーを今使っていて、ちょっとこの辺りのもたつき加減とか長さとかを見ると、もう少し短い方が良かったかな。インしてもいいんですけど、せっかくここにタックがあるからインすると形がまた違うのかなと思っていて、あの大きさで今悩みましたね、着るときにね。そう、でもこれ自体はすごく涼しげっていうのかな、だし生地感もいいし色味もいいし可愛いなと思います。ただ私がちょっとうまく着こなせなくて、すいません、これの魅力が伝わらなかったら申し訳ないんですけど、この商品自体はすごく可愛いなと思います。はい、ツーピースのドレープブラウス着てみました。うん、これあの私気に入りました。このね、首の締まり具合もいい感じ、程よく空きがあって、で、まあそのおかげで後ろボタンです、あのここ後ろここボタンになってるので、あの四十肩五十肩の方はちょっと大変かもしれない。まあ私まさしくあの四十肩なんですけど、ちょっとあのボタンをつけなきゃいけないっていう情報、ミニ情報と、あといいなと思ったのがインナーのこの肩紐が2本あるんですよ。私分からなかった、1本だと思ってたんですけど、このストラップが2本あるっていうのが可愛いなと思いました。ちなみに調節はできなかったです。調節はできないので、ちょっとここの長さとかいろいろあるかもしれないんですけど、ここいいですね。でしかもこのインナーっていうかキャミがすごくしっかりした生地なので、高級感もあるし、そう張りもあって、そう表に出ていてもすごくそう素敵で、上のこの重ね着してる風、この2つのセットすごくいいですね。しかも袖もいい感じ、安心丈だから、これはね大人女性にはすごく使いやすいトップスだなと思いました。これいいですね。横から見るとちょっとここは出てますけど、前から見た時のシルエットが細く見えるっていうのもいいなと思います。
で、ウエストっていうかお腹周りもこう程よく隠してくれるのでいいですね、これ。うん、いい。もちろん中にインしてもいいと思います。インしてこれを出すのもちょっとインしてみようかな。インするとどんな感じになるんだろう。インして、あの上のこのシアティだけ使うこともできますよね、ツーピースだから。あ、いいじゃない、クロップド丈で。あ、いいじゃない、これインしてもいいじゃない。うん、あ、いいですね。あ、これすごく使いやすいと思います。どっちも使える。ちなみに黒のギャザーティーをあのお見せするの忘れてたんですけど、白いパンツに合わせてみました。先ほど 2way で着ていたそのままキャミソール着てます。なのでここにね、あのちょっと分かりづらいんですけど2本のストラップが見えるのもおしゃれ。あの先ほどねインしちゃってたので丈感もお伝えできてなかったんですけど、裾の長さはこのぐらいなので出したままでもいい、インしてもいい、インしてちょっと出すのもいい。そう、このまま出してもあのいい長さだと思います。そんなに長すぎなくて、でしかもこうピタピタしすぎてないのもいいですね。そう、シアーティー伸びがいいから好きなのよ私。そう、着心地がいいのよ。そう、伸びがいいで程よくフィットしてる。そう、まあ、ギューってなって肉がすごい出ちゃってるっていう感じもないし、あの私がこのシアーティー最近よく着る理由としてはちょっとこうおしゃれ感もありながらお肉があんまり見えないんですよ。なんかお肉の影を作ってくれるっていうか、腕もそうなんですけどちょっとこう細く見えると私は思ってるんですよ。なんかこう影ができるのかな、生地が折り重なったところに影ができて細く見えるのか。そう、このぐらいのフィット感すごく好きですね。昔からこのぐらいのフィット感が好きではあるものの、なんかこう時代の流れでちょっとオーバーサイズとか着たりとか取り入れたりとかはしたいなと思っていろいろ着てましたけど、やっぱりこういろいろ戻ってくるとこのぐらいのフィット感が自分のこの私のあの体型には合ってるような気がしてます。気がしてるとか合ってると思ってます自分では。細見えするにはっていう感じですかね。なのでこのぐらいが好きかな。はい、で首も程よく隠してくれていいですね。うん、あ、いい、このギャザーティーもすごくいい。はい、ということで以上 GU の購入品紹介だったんですけど、私今回紹介したものはこれすごくいいっていうものが多かったなって印象です。このシアーティーっていうんですか、シアーティーシャツもすごく可愛いし、まあちょっとこの首元のここが賛否両論あるかもしれない、お好み分かれるかもしれないんですけど、私好きです。この詰まった感じも好きだし、あの2ペースのもすごく使いやすいし、どれもいいなと思いました。あとドレープパンツもいいですね。これからの時期あの黒なんだけど軽やかであの涼しげな生地感で作ってあるあのドレープパンツも他の色ちょっと見てみたいなと思った。あと M サイズも少し気になる。なのであの今回いい商品にたくさん出会えて嬉しかったです。はい、あのうまく伝えられたかわからないんですけど、少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。ではいいですね、私このフィット感すごく体に合ってるなと思いました。キツキツでもなく、そういい感じ、好きなんです。このここの肩の縫い目が合ってるんですけどですよね。うるさい、今日もポリエステルいっぱい出ましたね。はい、失礼いたしました。